はい、イサピーチャンネルのイサピーです。今日もモトブログの3分間モトブログ3日目、水曜日を行っていきたいと思います。今日のテーマは、はい、バイク選びは楽しいぞということです。はい、バイクを、ね、購入するときにいろいろ情報を調べますよね。その時が意外と一番楽しかったりするんじゃないですか。あ、こんなバイクあるんだとか。で、今の時代はさ、ネットでいろいろ情報を知ることができるから本当助かりますよね。バイクのインプレッションとかさ、 YouTube でも見ることができるし、試乗動画とか本当に、助かりますよね。で、まあ、僕の動画を見てくださっている年齢層って結構僕と同じとか、あとは、まあ、50代とかそういう年代の方たちが多いんですよ。60、比較的、まあ、年齢層高めの方ありがとうございます。ぜひね、そういう方たちに、もしねコメントしていただければ嬉しいんですけれども、まあ、今みたいなネット環境がない時代に、おそらく昔はねバイク乗っておられた方いると思うんですよ。まあ、リターンライダーの方はね最近だと思うんですけども、まあ、そういう状況の時に、まあ、昔は本があったわけですよね。バイク本とかさ、中古雑誌みたいな、今でもあるのかな。そういうの見ながら、やっぱりバイクの情報を得ようとされてたんですかね。もし何か昔はこういうのでバイクの情報を見てたよとか、そういうご意見があればコメントしてくだされば嬉しく思います。そうで、まあ元に戻りますけども、僕のバイク選びってやっぱりネットでした。で、最初はね、125cc の YBR とか、ヤマハのね、GN も考えたんだけども、なんか鈴木系の中華バイクっていうのはなんか壊れやすいとかなんとかって、そういう意見をね目にしたりしてて、まあ値段的にはね結構まあ、ね、安かったりしてたのでいいなとは思ってたんですけども、そんな時にね、ある動画でジクサーの 150cc があると、それを知って、なんかものすごいなんか評価してたんですよ、その方が。ジクサーってあるんだと思って、価格的にもね意外と安かったので、僕はそのまま、他のバイクに目移りすることなくね、ジクサーを買ったわけですけれども、結果まあ大正解だったという、そういうことなんですけれども、だからそのバイク選んでるとき本当楽しいよね。あ、こんなバイクあるんだとか、まあ、車もそうだけどね、車買うときもやっぱりいろいろ検討するじゃないですか。車の雑誌とか見たりもするけれども、意外とそういうときが楽しかったりしますよね。買ってしまうとなんか、なんかそういう選ぶ時のこうワクワク感とか、そういうのがなくなっちゃうよね、乗っちゃうとねまあそんなことで、バイク選びって楽しいぞ。まあ車もそうだけどね、まあ何にしてもこう、まあ、家を建てる時とか家を買う時もそうなんだろうけども、内覧する時とかそういう時が意外と楽しいもんなんだよね。で、自分のものにしてしまうと意外とつまらなかったりするどうでしょうか皆さん。もし何かコメントがあればコメントしてくださればと思います。ツイッター上でもね、コメントしてくだされば嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回は水曜日、3分間モトブログでした。どうもありがとうございました。バイバイ。